昨日未明、首都圏を襲った地震東京のビル群が不気味に揺れバーでは酒の瓶が倒れました千葉県南部を震源とするこの地震で千葉県木更津市では5強を観測しました。ゴーールデンウィーク中の5日にも石川県珠洲市で 震度6強を観測する地震があったばかりです全国的に見ても今月に入ってから広い範囲で震度4以上の地震が相次いで発生しているのが分かります昨日浦河町と幕別町で震度4を観測した地震も果たして関連はあるのでしょうか直接な関連はないというふうに考えております 日本列島どこでもです、ね、ある程度のやっぱり地震は起きやすいそういうような性質がありますので、まあ、今後もです、ね、北海道をはじめいろんなところでやっぱり地震、時々起こってくるのかなというふうに考えています巨大地震が切迫しているとされる北海道道東沖・八千島海溝では今後30年以内にマグニチュード7から7.5程度の地震が起きる確率が 80%から90%程度と非常に高くなっています。北海道ですね。この20年ぐらい実は地震が非常に少ない非常にあの静かな時期でした。ただしそれはたまたまでありまして今後ですねやはり特に太平洋側を中心に、まあ、大きな地震が起こる可能性これは十分にあるというふうに考えています。もし島海峡沿いで 巨大地震が発生した場合、最大で高さ28メートルの津波が押し寄せ、死者は10万人に上ると予想されていますあの残念ながらです、ねあの、地震の余地はできません、普段から、普段の生活の中で、まあ、少しずつあのあの備えです、ね、準備をしていただくということがやっぱり大事になってくるというふうに考えています。